11月14日木曜日、一神殿中野にある私立三重短期大学で SDGs についての小論文作品コンクールの表彰式が開かれました。このコンクールは学生が国内や世界のさまざまな問題について考えたことを地域住民に発信することで、まちづくりや物事の考え方に役立ててもらおうと、三重短期大学と株式会社33総研の共同で毎年開いています。今年のテーマは、社会が抱える幅広い分野の問題を解決しようと、2015年の国連サミットで採択された世界共通の目標 SDGs です。13回目となる今回は39件の応募があり、最優秀賞、学長賞、優秀賞、佳作が選出され表彰されました。式では受賞者が自分の小論文について説明し、受賞した喜びを語っていました。第13回小論文作品コンクール、持続可能な社会SDGs の視点からで受賞したのはご覧の皆さんです。最優秀賞に選ばれたのは野村真奈美さんで、タイトルは男女格差から考える社会での女性の活躍についてです。内容は、日本の貧困問題の原因として女性の非正規雇用率が高いことを取り上げ、女性が活躍できる社会を作るためには税別を含め一人一人が直面している問題について考え、法改正や制度改革をしていく必要があると主張しました。学長賞に選ばれたのは森下琴美さんで、タイトルは日本における同性婚、法整備と子育ての観点からです。内容は同性カップルの子育てについて、日本では現在パートナーの子どもの親権を持てないことから子育てに限界があることを指摘し、早急な法整備によって自身の望む生き方が実現できる社会を作る必要があると主張しました。また式では選考委員を務めた三重短期大学の村井美代子学長や准教授などによる講評も行われました。講評では受賞した小論文と作品について自らの主張を伝えるまでの考察の流れや情報源の多種多様さ、テーマを選ぶ際の着眼点など評価された理由について説明していました。また株式会社33総研調査部長の別府貴文さんから、今回は女性からの応募が多く、ジェンダーをテーマにしたものが多かったです。引き続き三重短期大学と協力してより良いコンクールにしていきたいですと総評がありました。受賞者は論文で取り上げた問題の新たな課題を見つけ、日本だけではなく世界規模ではどうなのか今後考えていきたいと話していました。